どうもフリーマンことハースガーです。今回はですね、望月竜平とオンラインサロンという話です。オチとしては、望月磯子さんは弟さんの取材をした方がよろしいのではないかというところなんです。先日週刊新潮の記事で、東京新聞の記者望月磯子記者の弟さんで、現在はプロデューサー脚本家として活動している望月竜平さんの話が出ました。竜平さんに関して以前の動画で話したんですけども、どうにも怪しいなと自分は思ってしまうんです。この週刊新潮の記事によると、竜平さんのオンラインはイラクなどの外国の通貨の値段が上がるのを予測して販売をしているそうなんです。これをサロンで会費を取って行う場合は投資顧問登録が必要になるんですけれども、これが法律違反になるのではと指摘されています。他にもサロンの参加者に借金を借りるだけ借りて踏み倒せばいいと教え込んで、実際に借金を背負わせているそうなんです。しかも陰謀論を言いながら有料会員に誘導しているとか。その上、今年4月から6月にかけて大阪、北海道、京都などをマスクなしで5回も合宿を行っているそうなんです。さらに竜平さんに反対しようにも、その反対した方を SNS 上で氏名を晒して批判するので、なかなかこれはやばいなと思うんです。実際に竜平さんのオンラインサロンを見たところ、どう見ても怪しいと思われる文字がたくさん並ぶので、これはあかんやつじゃないかなと感じるんです。特に参加のあり方や参加における禁止事項の項目は新興宗教の勧誘のようにも見えるんです。これで月額一般2,000円、学生500円を取るというのはどうなんだろうと自分は疑問が出てきます。ちなみにオンラインサロンでも真面目なものは当然にあります。自分がその中でも健全じゃないかなと思うのは、お笑いコンビキングコングの西野亮廣さんのサロンです。西野さんは現在芸人以外にも絵本作家としてディズニーを超えるを目標に動いています。西野さんのサロンの場合は月額1000円なんですけれども、実際に土地を買ってファンタジーの街を作る話を YouTuber のラファエルさんの動画でも話していました。西野さんの場合はサロン内でアイデアを共有したりビジネスを行ったりするので、なるほどなぁと思うところなんです。個人的には竜平さんのこの件については、姉である磯子記者も取材していただきたいなぁと願うばかりなんです。最後までご覧いただきありがとうございました。自分のこのチャンネルは経済、外交、福祉などの問題を取り上げて、現状よりもどうすれば良くなるかについて話しています。もしよろしければチャンネル登録、それからグッドボタンを押していただければ幸いでございます。またお会いいたしましょう。